JR 五能線リゾート白神で現在イーモーションウィンドウの実証実験が行われています。リゾート白神は秋田駅と青森駅を結ぶ観光列車で、青池編成の1両目と4両目に55型の透過式ディスプレイを設置しました。観光情報や天候などエリアに合わせた情報を表示しています。 SNS では、未来の景色だとかですね、アニメで子どもの頃見たような景色だというような感想をいただいています。これからですね、実験を繰り返してまいりますが、将来新造する車両にですね、搭載できるようにさまざまな試験項目を調整してまいりたいと思っています。以上、弘前経済新聞でした。